2005年7月30日のコンサートにて、ルベン・ラダはアフリカ系ウルグアイ人の歌手にして打楽器奏者である。彼はアフリカ系ウルグアイ人の伝統的なドラム形式、カンドンベのマスターである。ラダの音楽はポップとカンドンベやムルガといった一般的なウルグアイの音楽の混合である。人呼んでエルネグロ・ラダ。ラダは1966年にウルグアイでは 伝説的な最初のバンド、エルキントに加入した。その後、1969年に最初のアルバム、ラス・マンザーナズをリリースし、現在までに多数のアルバムを出している。彼のアルバムの多くは、今日では、ウルグアイの古典的名作とみなされている。アルバム、リッチー・シルバーでは、かつて彼が10代の頃に、英語で、ウルグアイの上流社会のことを歌っていた時の、 キャラクターについて研究している。ラダは母国ウルグアイで著名というだけではなく、さらに諸外国にまでその名は轟き、近年は EMI ラテニアユニバーサル、レコードといった国際的なレーベルから作品を出している。彼は2004年にアルゼンチン版ミスター・インクレディブルでルシア・スベスト、フロゾンのスペイン語吹き替えを担当し、また彼はラジオのラダールやテレビの エルテレフォノといった番組で演出をしている。彼は2007年10月からシチュエーションコメディでラ・オベハ・ネグラと呼ばれて人気を博している。イギリスのポール・マッカートニーやブラジルのミルトン・ナシメントもラダを称賛している。アルバムマジック・タイム・モンテビデオ・モンテビデオ2はアメリカ、日本、フランス、イタリア、スウェーデン、ドイツなどでリリースされている。 ウルグアイでのリリース作品アルゼンチンでのリリース作品ありがとうございます。